カド番と言われてますけども、いかがですか今場所、正代ご覧になって。実は私もカド番経験したことあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、もう4日目終わった時に2勝2敗で、あ、終わったなと思いましたね。ものすごく大事に大事に一番一番やってた思いがありますね。そこからもうカド番脱出されてるまでは何番で場所終わって10勝5敗ですか。あ、はい、カド番というのはですね、本当に大関になっていないとその気持ちはわからないんですけども、だから本当に横綱大関っていうのは、はい、やっぱりよく聞く話なんですけど、はい、相撲協会の看板力士なんですね。やっぱ勝って当たり前、はい、で横綱は優秀選手の優秀争いするのは当たり前っていう、すごいやっぱ壮絶な、うん、やっぱ中でそのプレッシャーも とんでもないプレッシャーが正代にあるはずなんです。そうです。正代が大関じゃなかったら、はい、こういう負け方はしなかったと思う。初日からのちゃんと五分に星へ戻してずっとやってたと思う。大関だからこそ守る重圧が、そうです、ね、そうなんです。プレッシャーが全然違う。考えるとまた横綱になると横綱まで重圧っていうのはまた横綱以上に引退しかないんだから、もう陥落じゃなくて、やめなきゃいけないっていう中で、勝てなかったらやめなきゃいけないっていう中ですからね。もうそれやっぱ違うですね。だからもうここが全然違ってくるんですね、はい、メンタルの部分。まあでもやめなきゃいけないの話でいうと15戦転職して辞めてるんで、もうちょっとレベルの話は全くないですね。もう勝てなくなって辞めたとかじゃない。私も大関として7場所を務めましたから、よくあの元横綱の方々解説ね、はい、横綱大関の差がすごいあるんだっていう話を聞くんですけど、まあ、当時21歳だったし、はい、番付1枚しかないし、そんな差がないっていう気持ちで思ってたんですけど、実際自分が横綱になった時に、あ、その通りですね、あ、こんなにも違うんだという、そう、それが富士山に例えると分かりやすいです。おー、で大関でこんな大変じゃないですか、はい、でその大関の精神の部門は富士山のふもとなんですよ。このてっぺんに横綱があるんですよ。なるほど。はい、でそこにもう一回この時津風部屋の双葉山関の、はい、あの五の線というのは富士山の上にもう一個富士山あって、その上に五の線なんですよ。そうなんです。そういった、はい、もう重圧、そしてまたこので正代が昨日今日練習した、はい、でこの左がよ、はい、この左を思い出しました、はい、でこの白星が本当に薬なんですよ。気持ちが盛り上がってくるんです、この体の重さじゃなくて気持ちの重さも出てくるんです。星を上げてると、あ、違うんですね、はい、今日はどうなるかっていうこの一番ですけど、あ、勝ちました。お昇龍が左入りました。左入りましたよ。おっ、あーっと、はい、はい、おっしゃる通り、この気持ちが乗っかって、はい、体がもう重くなるという、はい、そうなんですね。だからこの左が私、名古屋橋で怖かったんですよ。ああ、ずっと言ってましたもんね。はい、こうなるんですよ。おっしゃる通りで。で、僕はいつも立ち合いができないんで、はい、左足からの、はい、で、名古屋橋でずっと右足からだったんで、はい、で右足から思いっきり当たることができないし、はい、そうすると正代の圧力に負けて正代の左が入るんです。そういう風に考えてるってあれすると、はい、なんかもう賛否両論で、ああいう時って負ける方が後ろに下がった時に、いや横綱はそういうことするもんじゃないんだよとか、あんな賛否両論でいろいろあったりとか、でもそれはなんかね、僕見たコメントにはああいう奇襲みたいなことはするもんじゃない、奇襲ではないんですね。考えた結果のことだから、そういう話じゃないんだなっていうのは、まあ、あれは自分の中での最後ってもう決めてるじゃないですか。もう、まあまあ、もうそうですね、決まってますよね、10日目で、もう、なのでそうやったと思う、うん、それは最後じゃなかったら普通にあの、うん、勝っても負けてもいいっていう立ち合いしてたと思う。もう絶対に負けれないと、まだ先の場所があったらああいうことはしなかった。そうです。だから人間って最後にってなると生きて母親に会いたいじゃないですか、はい、家族に会いたいじゃないですか、はい、で負けるってことは死じゃないですか。あ、どっかでこう光が見えてるんですね、はい、でその光を見たいじゃないですか、はい、でここで落とします。次千秋楽照ノ富士と一つ差で対戦します、はい、っていうのがなると2番連続勝つかって言ったら
難しいですよね。なるほど、そんなでも重要な一番だったんですね。そこにだから一番相撲の面白さもありますよね。一番だったら照ノ富士になんとかなるだろうっていうね。だから絶対正代戦を落としたくないんですよね。